最後。ファイナルトーナメント、いよいよ2回戦。残った4人の選手のうち勝ち残るのは誰と誰だ。ファイナルトーナメント2回戦第1試合、ハプニングとビート選手、1回戦でルーリナ選手に勝利した最強のチャレンジャー、ウカー選手。続いて、ガラルガラテの申し子、斉藤選手の登場です。今度こそ、あなたたちの心を騒がせるような攻撃をお見舞いします。お手合わせ、お願いします。これって戦う相手でランダムなのかな。ジムリーダーの斉藤が勝負してきた。さあ来た。ルチャブル。行っておいで、アーマーガー。あなたが1試合多くても本気の本気をお願いします。とりあえずここはドリルくちばしでいける。やばい。よっしゃ。めっちゃ食らったじゃん。タイレーツ。そのまま戦う。どうやらタイレーツは進化しなさそうだな。残りやがった。まあ関係はないと思ったらそうでもない。威張っとけよかった。いや威張るのはリスクあるな。ちょっとくそ、防御力が上がったから。落とすパス、落とすその戦う。あれ待って、こいつ格闘持ってたっけ。持って水格闘かなんかか多分。だったようだ。いやー反動ダメージやるな。ま甘い。ネギが、で、なんだこいつは。そのネギがないと。あれだ、思い出した。そう、こいつ。まあ倒す。うわ残りやがった。ちょっと意外とアーマーガーの体力を削ってくる。帰り気。いや、俺はそのまま行く。踏ん張りどころです。私も一緒に頑張ります。こいつ、巨大マックスすると見た目変わるんだったっけ、確か。上等だ。攻撃力、140の大ジェットを見よう。さあ行け、大マックス。セリフ言うの忘れた。巨大アーマーガー。もう全部壊しましょう。尊敬を込めて巨大マックス。さあ行け、大ジェット。うわ残った、マジか。まさか大バン、やばい。耐えた。
まさかダイバーン使ってくると思わなかった。よっしゃ、あべ、鋼に炎が効くからな。裸足の私が思わず裸足で逃げるのは強さです。さ、斎藤やめるに勝ったのはウカ。ありがとうございました。暗殺者の勝負、どうしても楽しんでしまって。負けで悔いはあるけれど、すがすがしさもあります。ある意味では理想の勝負でしたね。これからも様々な出会いと試合があるでしょう。それは全てがあなたたちの心の勝ちとなりますように。次決勝。きゃー。そっか、ネズさん敗れちゃったか。そうよな、最後来るよな。妹よ、押してはいけませんよ。うか、ごめんね。私のリベンジ兄貴に頼んだのに、キバナさんに負けちゃってさ。兄貴がだらしないせいで、私ら兄弟弱いって思われてるじゃん。いやいや、妹よ。キバナは本当に強いです。だがダイマックスを使わずに正々堂々と戦い、観客に凄さを示せました。分かっと。だからこそ勝ってほしかったんだ。勝ってほしかったんじゃん。私から見てもいい勝負だったのに。ねえ、ゆか、頼んだよ。あんたら応援するからさ。大事な決勝の前に騒がしくて悪かったね。キバナがコートで待っていますよ。いい勝負を期待しています。最終決戦？いや、決勝戦と言うべきか。さあ、ドラゴンタイプにはドラゴンタイプを叩き込むという戦略でいきたい。が、まずは俺は鬼氷だな。氷も効くから。戦闘鬼氷でいく。行こうか。ファイナルトーナメント、ついに決勝戦。無敵のチャンピオン、ダンテに挑戦するのは、輝く超新星、ウカ選手か。チャンピオン、ダンテがライバルと認める男、ドラゴンストーム、キバナか。お前は本当に偉いよ。だってここまで来たんだものな。さすがはチャンピオン、ダンテが推薦したトレーナー。チャンピオンダンデを超えるため、あいつが選んだお前に勝つ。チームのメンバーも一対一に備えて仕上げてきた。一度お前に負けていて何をほざくと思うだろうが、ジムチャレンジの時と俺様と全く同じだと見くび、あ、ジムチャレンジの時の俺様と同じだと見くびるなよ。ダンデか。さあ来た。ジムチャレンジ、ジムリーダー、キバナが勝負しかけてや。みんな大好き、キバナさん。コータス！ちょっとやばい、マジか！これ、えらいこっちゃ。まさかコータスを使って、ヒデリタのためか、さては。これはまずい。ヒデリ出せ。まさに燃える太陽。これはいかん。とりあえずちょっと氷の粒で行くしかない。これは緊急事態発生だぞ、これ。うわ、ダメだ、これ。まずい。相性が良すぎる。うわくっ。こいつ、俺が、氷ポケモン使うの想定してきてやがった。いや、やばい、やばい。ソーラービーム連投はやばい。コータスと相性すごい段がいいんだよな、これ。例えるならば、海洋ガが雷を覚えるのと同じぐらいに。息吹でどれだけいけるからな。ふうめん、何？
あ、あかん、あかん、それあかん。しまった。インテレオンで行こう。とりあえずここは狙い撃ちで行こう。インテレオンの狙い撃ち。くそ。いや、これやばいかもしれん。ヌメルゴン、これはフライゴンで行こう。ヌメルゴンにはフライゴンだ。水っぽいぞこいつ。とりあえずドラゴンクローで行くか。よっしゃー、ご利用した。よし、日差しが戻った。バグガメス、こいつたちが炎もなんか持ってなかったか。持ってるわ。とりあえず地震でいこうか。フライゴンの地震攻撃。残りやった。あ、違う、こいつ持ってる、多分。持ってない。ほらよ、日本丸だ。お前対策してきたか。まったく。よっしゃよっしゃ、オッケー。何、ここでフライゴン。地面だからここはインテリオンで行っとこうか。フライゴンは後に備えて温存。あ、やばい、効果抜群じゃなかった。まあいいか、狙い撃ち。インテレオンの狙い撃ち。かったい。あ、やばい、吹き荒れろ、砂嵐だ。吹けよ風、呼べよ砂嵐。よっしゃ、急所来た。ここの急所はでかい。ジュラルド、ポケモン入れ替える、もちろん。ドラゴンにはドラゴン対決ってんだろ。いけ、フライゴン。キーバだよ。ダンテに勝つんだろ、ダンデに勝つんだろと。だったらこんなことでもともとしてらんねえよな。行こう。方向せよ、とどろけ、俺たちの絆の力、ダイマックス、行け、フライゴン。あれくれよ、俺のパートナー、スタジアムごとやつを吹き飛ばす。
最高。大ドラゴン硬いが攻撃を避けたのでかい。行くぜ竜よ吠えろ、必殺巨大懸垂。ピピが減った、なんだって。こうなったら素手の殴り合いだ。急所に当てたもん勝ち。耐えた、耐え抜いた。大ドラゴン勝った。やったぜ。決勝で負けて悔しすぎるが、記念に自撮りはしておくか。勝とうが負けようが自撮りはする男、勝ったな宇香選手。俺様と俺様の愛しいポケモンたちが強くなるよりもさらにはるかにとんでもなく強くなりやがって。俺様は若いのによ、もっと若い奴らの成長には驚くしかねえ、未来しかねえな。驚くしかねえ、未来しかねえな。勢いそのままダンデューぶっ飛ばせ。勝ったのは背番号427番、勝ったなか選手。推薦状をもらったポケモントレーナーが推薦状、推薦状をくれたチャンピオンに挑みます。来た決勝。よっ、よわー、エースバーン連れてる、熱い。特別に応援に来たぞと言っても迷うよな。だって兄貴のライバルとの対決、兄貴とライバルの対決だぞ。どっちを応援すればいいんだ。やっぱ浮かか。だよな、ハロンタウンと一緒に旅立ったもんな。兄貴に勝てよ。お前なら無敵のチャンピオンを超えられる。うわぁ。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。